間違えた、間違えた、買うやつ。昨日ガシャポンステーションに行って、あ、ぶっ飛ばソール新しいのあるじゃんと思って、あの1周目に03がね稼働開始でしたから、ただもう閉店間際で、閉店まであと10分ぐらいしかなくて、とりあえず3000円分買おうと思って3000円分こう投入して、バババッとカプセルだけ買って家に持って帰ってきたんですが、あ、なんかカプセルカラーあれ02と同じじゃないと思って1個だけ今開けてみたんですよ。で中見たら02でした。もうレビューしたからね、1ヶ月ぐらい前だっけ、もうレビューしたからね、しかも3000円使って、ちょっと間違えちゃった。03買ったつもりだったのに02買っちゃった。まあいっかまあいっかで、あれですよ、ただ前回星4が1個しか出ませんでしたよね。ファイヤーヘッジホークでしたっけ、あれの星4が1個出て、ブラッドスタークとかも出ませんでしたし、あと暴走は出ましたが、コンティニューとか、僕星座系も出てませんよね今のところ、天秤座とか。なので今回はぶっ飛ばソウルもっと03をレビューしようと思ったレオンチャンネルが、まさかの02のリベンジの動画に変わりましたという感じでございます。開けよう、30個買ってきたから開けよう。図らずしも02段のリベンジ。こんな勘違いあるんだなぁ。ということで、まずはビルド、ライオン、クリーナーフォーム、星1。この段は、シクレがあれでしたっけ？カブトの星1が出たらシクレですよね。はい、ドドン。あ、星3、サソード、ライダーフォーム。この段はね、星4がほんと出てませんから、これでブラッドスタークとかが出てくれたら、意外と嬉しいかも。ドレイク、星2。前回もドレイクが確かめっちゃ出ましたよね。次行こう。どんどん行こう。はい、これはなんだ？あ、ブラッドスタークかと思ったら星1の方だ。あとはこの流れでコンティニューとか出てくれると、かなりいい感じ。はい、ドレイク。ドレイク前回からやたら出るな。アルティメットメイクアップ。開かない。全然開かない感じよ。開かない。ちょっと後にしよう。開かないやつは。次々、30個ありますからね。開かない、これも。ちょっと、今回のカプセルどうなってるんだ？開かないカプセルばっかなんだけど。はい、次。はい、来た。来た。これは、カブトの星2。シクレの場合はここが星1ですからね。星1がめくることでシークレットになると。そして、サソード、ダブリでしょ。いや、02段ほんと、排出、渋いですよね。はい、星1。全然出ないもんね。はい、これはなんだ？ニューデン、おう、星1。今のところまだ星3枚か。星3、1枚しか出てなくて、特属性ばっかなんだけど。特属性祭り。はい、これはビルド、ロケット、パンダフォームでしょ？ちょっとこの間違って買ったのもいいから、持ってないやつ、持ってない、コーレア出てよ、持ってないコーレア。星1ばっかじゃん！もう、これどうなってんの？ニンニンコミック、星1。いや、前回も星1ばっかでしたよね。で、今回なんでカプセルを買い間違えたかっていうと、パンパンだったんですよ、ガシャマシンで。あ、で、03だと思って、なんか慌ててたから、もう閉店間際だったから、ガシャポンステーションの。勘違いしちゃったんだね。てか、星1ばっかなんだけど。どうなってるんだ、この店。星1を寄せ集めたカプセルを入れたのか？マシュー！聞いた、やっと！天秤座！星座系エナジー！やった！よかった！これだけでもよかった。でももう20個ぐらい開封したかな？初のこのカテゴリー来ましたよ。いいね。これ、くじガシャポンで使えるよ、やった。と、よかった。じゃあもう次、星4のブラッドスターク出てもらいましょう。あと、シクレね。シクレ、シクレ。おー来た！星、これは4来た！ニンニンコミック。よかった。よかった。いい感じ。こっから今いい感じよ。かなりいい感じだよ。
まだあと10個ぐらいあるから。はい、次。ここから相当いいやつ連発来るんじゃない？星2ザビーでしょ？星1止まった感じかな、やっと。星1排出止まった感じかな。星1入電。止まってないし。全然止まってないし。あ、やっと打属性だけど、星1。これも前回出ましたね。ファイアヘッジワーグ。はい、ドドン。さらに、星3、ドレイク。星4。星4。はい、サソード、ダブリ。うわ、もう、1、2、3、4、5、6。6個しかないじゃん。こんな後半にいいやつ出てくるわけ？あー、来た！星4、やった！ビルドのライオングリナフォーム。よかった。しかもこれ前回出てないやつじゃん。これで、星4、2枚目。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。残り5個です。ファイアヘッジホグ。星1。コンティニュー。ダン社長のコンティニューエナジー濃い。入電をめっちゃ出るな。はい、3つ残りです。何枚入電を出るんだよ。残り2つでございます。どう？あ、これ、ガタックライダーフォーム星1。これあれじゃない？シークレ？あ、どうだっけ？シークレットって結局カブトだけでしたっけ？それか、ガタックもいるんでしたっけ？めくれる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 あ、めくれるあ、めくれるあはは来たやったガタックハイパーフォームあったんだ、シークレ。そうなんだ。あれ？やったこれは今回、計らずしもリベンジ。この時点で大勝利。しかも、あと2個でこれ来るとかって、分かってるなー並び。排出の並び分かってるな、よっしゃ。ハイパーガタック、蹴り属性、ライダーパワー5500。すっげー、これでも、ちびっことかほんと知らない子は、星1だーとか言って、ぽーいってね、やっちゃう可能性もありますよね。まあ、QR コードでもありか。読み込んだらわかるか。次行こう最後せいの、ここで、エナジー来なさい。あ、うわー、でも、違う。普通に、あ、でも星3だ。いいじゃん、ライダーフォームザビー。では今回の排出メダルを確認しましょう。まずは星1ビルドニンニンコミックフォーム。そして被りまくった入電王が1、2、3、4、5枚で、さらにスタークの星1もだいぶダブりましたね。これもブラッドスタークが出て、1、2、3、4枚。逆奇跡のダブリ祭りが起こりました。で、他にも星1が、ビルドのロケットパンダフォーム。これがもう1枚出て、ファイヤーヘッジホッグも2枚出ました。で、星2が、オール特属性で、ドレイクのライダーフォームが1枚、2枚。あれ、もうちょっと出なかったっけ？ 2 枚か。で、サソードのライダーフォーム、サソードかっこいいっすよね。で、これがもう1枚出て、ザビーのライダーフォームにカブトのライダーフォーム。みんなこれはキャストオフの瞬間の感じかな。で、星3がドレイク、ライダーフォーム、サソード、ライダーフォーム、ザビーのライダーフォーム。これは逆にキャストオフからの必殺技状態。で、星4。前回は1枚で、ファイアーヘッジホークしか出ませんでしたが、ビルドライオンクリーナーフォーム来た星4。打属性のベストマッチ状態で、ライダーパワー4600。そしてビルドニンニンコミック4500残属性。シクレのガタックハイパーフォーム。むっちゃかっこいいね、この蹴りポーズとか。ライダーパワー5500で光り方も特別ですね。蹴り属性。これはレアリティランクはなくってシークレットとなっております。この状態からこうですね。ちょっとこれはとりあえず特属性、ダブりまくった特属性の
入電王の上に貼っておこうかな。で、エナジー、第一希望はコンティニューだったんですが、一応出て、天秤座。星座系のエナジーアイテムは初排出ですね。というか、1枚もこれまで持ってなかったんだよな。はい、こんな感じで、白押しで非常に綺麗になっております。ということで、図らずしも勘違いから、もっと02段をリベンジするような形になりましたが、勘違いから生まれたまさかのシクレ排出奇跡。これはすごいね。こういうことが起きるとは。まあ、でも、完全に3000円を使った価値はありましたね。大勝利。以上、仮面ライダーぶっ飛ばソウル、もっと02段のリベンジ動画でした。03段は見つけ次第、やってきます。